どうもゴルフインフォーです。トモです。ヨウです。はい、今回は、トモが、ドライバー買いまして、エピックマックス LS のドライバー買いましたけど、前作っていうかまあ2個前なんだけど、エピックフラッシュのサブゼロをトモは、使ってましたので、これをちょっと比較対決して、トモがドライバーを買い替えて、こう飛距離は伸びたのか、方向性など良くなったのかというところを対決した動画を見てもらおうかと思います、まあここちょっとスペックがね、若干違うんですが、シャフトは統一して、このエピックマックス LS を頼んだ時に、ついてた US の、まあ、シャフトを、まあ、両方つけて、ただマックス LS 9度、このエピックフラッシュサブゼロ 10.5 度、この 10.5 度はもう 9.5 度マイナス1度の状態でも使っ買い始めてからもうそれでずっといってましたので、まあ 9.5 度と9度のポジションで対決となります、では見てもらいましょう。はい、どうぞ。ものが2295。飛ぶように出ちゃうよ。チーピンで初速出て。うわいいけどね。うわいいけどね。まあでもちょいドロー。スピン2300、トータル260、270以上欲しいね。いいボール。初速 65.61 だし16の270トータル2200、だから1000台入ってきたら超えるね、フラッシュサブゼロ。フェード。
フェード。ずるいな、これちょっと。エラーっぽいぞ。1548回転。初速 66.6 の。275.9 だけど。いや、でもめっちゃ飛んでるフェードで、今の。うん。もう十分だけどね、271.4、スピン2496。すごい数値だね。66.6、もう出まくってるね。もう多分抜いたんで、満振りしてください。ドラコン、ドラコン。お前、会った時は、うわ、すごいよ、バグが。キャリー672。トータル660。あれだよ、戻ってきてるからね。キャリー670。クラブ速度 49.9 で、ボールスピードが530。やば。強すぎる。長いから。世界一だね。世界一。よく読んだね。あまり振り上げないで、もうここで。うわ、いい球。ヤニーズ200。うわ、いい球。ヤニーズ255.4。ヤコバイオミやろ。3400だけど、まだ2000前後やろ。66.5。さあ、あともうちょっと行こう。触れるとこまでバッと上げて。いいね。いいね。深い読みです。ただ66.9まで来ました。フェード。フェード。見ていただきましたが、サブゼロのデータからいきますと、ボールスピード平均で 65.5、 オフェンス平均で 65.9、 平均で 0.4 になってます、うん、初速に関してですが、ほぼほぼ互角です、うん、ね、2本の柱のフラッシュフェイス、こちらはフレームのフラッシュフェイスというふうになってまして、まあ、もちろんこのロフトによっての形状も、ロフトとね、形状の差もあるかもしれませんが、スピン量、うん、サブゼロが2234平均です、うん、LS が2500です、まあ、これ若干ねエラーが1球含まれてるので、うん、まあ、あと、友がですねチーピンでちょっと稼ぎ、チーピンというかそのトードロー気味で、うん、その引っ掛け気味で稼いでるっていう部分も考えつつも、うん、まあ、どちらもやはりロースピン系、うん、ただものすごいこれデータの違いがあるのがサイドスピンというかスピン軸、うん、エピックブラッシュのサブゼロのスピン軸っていうのがほぼほぼ L20 ぐらいいっちゃいます、うん、っていうのが捕まるということです、うんうん、こちらのヘッドが、まあ、10.5 度で少し捕まりが良かったりとか、そしてさっきも言ったようにスピン量がこれ少なく出てるのは捕まりすぎてこう、まあチーピンというかロフトが立って当たるのでスピン量が少ないっていう部分があります。でその分やはりロフトも立つので初速が出てるっていう可能性がサブゼロ、フラッシュサブゼロはあると。ただ LS のデータが面白いことにイン軸真逆の R です。 R10 とか、まあ、L でももう1とか5.7L、 もうちょっとドロー、うん、ストレートに近いドローになる、うん、もしくはフェードですなのに初速が出てる、うん、スピンが一緒ぐらい、うん、っていうことで、
まず球見てたら、こっちは右にフェードだったり、ストレートが飛ぶんですよ。うん、で、こっちはもう完全に飛ぶときドローしか出てない。うんうん、もうちょっと引っ掛け気味の1700回転とかっていう感じなんですね。うん、と全く別っていう感じがしましたね、飛び方が。うん、この LS、キャリーが約 57.8。のトータル 267.4、クラシックサブゼロが 251.9 の 265.1。 あとキャリーで言うと、まずこっちが6ヤード出ます、うん、6ヤード、うん、トータルがですね、こっちがちょっとスピン量が、うん、異常に少なく、多分ちょっとフック系で飛ばしてたりして、あとこっちが若干スピン量を倍読みしてる数値があるので、平均ではちょっと2ヤードしかこっちが勝ってないけど、うん、まあさっきのねキャリーの6ヤードとかもあるので、まあ、それ考えると10ヤードはいかないにしても伸びてると思います、うん、ボール初速とかやっぱ見ててもやっぱりこのルールの上限っていうのが決まってますから、反発のね。だからそこをもう本位置上げるのでもめちゃくちゃ大変、初速で言うとね。だけれどもこれさっきも言ったけど、こっちはちょっとフック目でロースピンで初速出して飛ばしてる、うん、だけどこっちはフェードなのに初速も出て、スピンも少なくて、どちらかというと曲がりが少ないのこっちなので、うん、ってことはヘッドスピードをさらに上げたりだとか、このヘッドが曲がらないことを考慮してもっとこうシャフトを選んだりだとかっていうことをできて、もっと飛距離が伸ばせる可能性があるのもこっちだし、うん、なのでね、5、6ヤード伸びたとしてもこれだけ球質が変わっての5、6ヤードはすごい僕らとしても、うん、俺っていうような、うん、これはクラブのおかげですよ。そうなのね、 僕が特段何したってわけじゃないんで、そうなの、そうなのということでした。まあヘッドスピードね、45、6、年も46、7ぐらい。ヘッドスピードと一緒ぐらいになってくるから目指すわね、うん、っていう、ともおっさんぐらいでも、ね、うん、月一ゴルファーだったり、膝も腰もボロボロですよ。だけれども、うん、フル練習とか、しっかりとドライバーのスペック選べばここまで伸ばせますので、うん、ぜひね、ちょっと参考にドライバーの選び方とかね、やってもらえたらいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでした。はい、今回はありがとうございました。